このもう接触をした時にすでにその跳ね返りが腹回りとか面を通過して鼠径部の緩みを通して足の裏を常に感じている状態で、接触イコール足の裏から跳ね返る感じですね。でそれがまず前提で、例えば、自分が圧をかけていく側だったとしたら、このまま重心が進む、で重みが足の裏に沈む、沈んだら少しそのままここが引っ張られるように伸びる、で相手が流すのを感じて、 でもここに対する拮抗、内側からグーって張り出してここを潰されないようにして、その軽力はずっと消さない、でそのまま今度下半身ここに乗ってクワを緩めて重みが足の裏に乗って、で沈んだらそれに引っ張られてここが動くので、初めてそれに乗って手がこう引っ張られて動く、でそれをせずに手をこうやって動かすっていうのは一切やらない、ここが動いてこういうふうに引っ張られて動く、で流せたら向きが変わってここから圧で、これもこういう圧をかける意識は一切使わずに、面門からここをつながった状態で重心が動く、沈みながら伸びる、でもこれ流されたらここで動く、でこの時に流された時にこう骨盤を浮いてしまうと体がこう浮いて崩れるので、流された時ほどクワが緩んで足の裏の重心がドーンと沈む、でもこのふにゃっとせずに張り出しておく、でその内側から外にぐーっと張り出している感覚を消さずに動いて、でここでだけやっとくと、こう